宮古城市は宮崎県の南西端に位置する市。宮崎市に次ぎ県内第二の人口を要する主要都市である。高千穂峰と市街地市街地宮崎市から西南西約 50km、鹿児島市から東北東約 90km の宮崎県の南西端に位置する。市の北部から西部、南部にかけては鹿児島県に接しており、 宮崎と鹿児島の中間地点にあたる主要都市である。かつて、薩摩半領であったため、鹿児島弁に極めて近い諸上がた弁を話すなど、薩摩の文化を色濃く残している。広大な都の常盆地の中にあり、都の常文地一帯の拠点都市である。地域中央を、ほぼ南北に大淀川が流れ、西は霧島山地、東は和日塚山地に囲まれている。 都市計画区域全体で市街化区域と市街化調整区域の線引きを撤廃した唯一の都市でもあり、ゆったりとした街並みである。内陸部の盆地に位置しており、年平均気温は摂氏16.5度と宮崎市より摂氏1度ほど低い値となっている。年降水量は毎年2000から3000ミリメートル前後で推移しており、タウではあるが、 宮崎市に比べると若干降水量は少ない。宮古野城市中心部周辺の空中写真。1975年1月20日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。宮古野城市の地名を参照のこと。 宮古の城島津や十文字門宮古の城県庁跡の先平安時代末期の満十三年に、太宰大元の平末元が後に、日本最大の荘園となる島津荘を開発、石貫計量とし、1185年に、その月食、翌1186年掃除当職になった、これむね久が、荘園の名前である島津を名乗り、島津市の歴史がスタートする。 室町時代から、島付文家の北郷氏が治め、江戸時代も薩摩藩の資料の一つとして、北郷氏が引き続き治めた。北郷氏の領地は四万国弱に及び資料の中でも広大であったため、都の上場下を、湯畑口、来住口、大岩、田口、高尾口、中尾口の五口に分け、さらに安永、山田、四和野野宮、梶山、 梅北の6つの外城を加えた極地6外城制で、領内を支配するという、ミニ、薩摩藩といえる体制が取られていた。母親戦争後の藩政改革で、本藩直轄領となり、1869年から1871年の廃藩地権まで、本藩より、都の城児童として、三島道常が派遣され、近代改革の前哨的施策を行った。 1871年11月から1年余りは、都の城県の県庁所在地でもあった。現在の宮古島町の位置に、北郷義久が築いた城の名前、都の城から。古都の城市古都の城市新、都の城市2004年2月三股町を除く、北諸片郡4町と、都の城北諸合併協議会を設立。2005年2月21日、 合併後の新市名、都の城司、合併予定期日を2006年1月1日などとした合併協定調印式を行い、同25日にも市長が合併関連議案を可決し、予定期日通り合併が実施された。都の上合同庁舎福岡高等裁判所、宮崎支部、ハンズマン、霧島酒造本社工場都の城、大丸 BTV ケーブルテレビ、 郵便局間郵便局南、九州大学宮古野城キャンパス、大学高等専門学校高等看護学校、高等学校公立小中学校、特別支援学校児童自立支援施設県境にある、ため宮崎、鹿児島両県の電波が容易に入るが、地域によって、鹿児島民放を主張するためには、後日の BTV に加入する必要がある。 上記3局のラジオ中継局については、都の城ラジオ中継局を参考、BTV 株式会社が所有し、BTV とシテ t f m 都の城の局舎がある IT 産業ビル。中心となる駅は、都の城駅。高速バス、特急バス、宮崎自動車道経由で、宮崎市と各地を結ぶ高速バスが、宮崎自動車道上の都の城北バスストップに停車する。 南風号の確定は、都城北の他高崎東バスストップと高城バスストップにも停車する。宮崎都城間の特急バスは、都城市街地の各地と宮崎空港、宮崎市を結び、高木に停車するほか、都城北には停車せず同バス停近隣の高速都城北入り口に停車し、都城市街地と都城北を結ぶ。 かつては、都の城市街地に発着する高速バスもあったが、現在では特急を除き、都の城市街地に発着する高速バスはない。一般路線バスほか、ありがとうございます。